今日は新しい行動を習慣化させるための最強の方法、ふくりで伸びる一つの習慣っていう本を読んだので、その本の要約について話していきたいなと思います。で、簡単に言っちゃえば、簡単で科学的に証明された習慣に関する本当の、まあ、真実とかをこう述べたテクニック本ですよ。で、所作については、そのジェームス・クリアって人で、今はその習慣に関する研究をしている人で、最も人気のあるアメリカで人なんですよね。で、ブラグを通じて数百万人にその習慣とかに関する情報っていうのを常にこう発信しているとになります。で、彼のその最初の本が、 アドミック・ハビットっていうこの本なんですけど、ニューヨーク・タイムズのベストセラーとかになったりとか、日本でも50万部売れたりとかっていう意味で、そういった意味でその人間の,その行動とかっていうことに関する研究をしてる人なので、非常にその説得力はありますよっていう感じになります。この本はその行動科学の理論に基づいたシンプルな方法で、いい習慣を作ったり、悪い習慣をこうや,やめたりとかっていう方法を学ぶことができます。それでは早速行ってみましょうと。で、まずその行動変化に対するその3つの階層っていうのがありますよと。で、1つ目っていうのがアイデンティティの変化。 自分に対するイメージをままずは変えましょうとであなたの信念とか、例えばあなたの世界観とか、自分に対するイメージを変えることが何を習慣化させるかっていうことにもよっぽど大事ですよと。で、二つ目、その自分に対するイメージとか、そのなりたい姿っていうのをこう分かった上で、方法とかライフスタイルの変化っていうのが変わってきますよ。それがその習慣を変えるためのシステムを変えることであったりとか、テクニックをこう変えたりとかっていう方法につながりますよと。三つ目が、それによってそのテクニックを変えることによって、最終的に自分の習慣が変わりますよ。なので、まずはそのアイデンティティの変化についてちょっと話そうと思うんだけど、 まずその習慣を変える方法についてて学ぶ前提として最初はその何をするかっていうよりも自分が誰でどんな人物になりたいのかっていうのをよよりり明確に具体化させる必要性がありますよと人っていうのはこう憧れる存在の影響を受けるのが一番効果的だと言われてて結局自分がしてる行動とか行為っていうのは自分が持ってる憧れの人物とか人へのイメージを再現する行動であるっていうのが科学的な証明ですよとだから自分が何をすべきではなくてあの人になりたいなっていうその憧れみたいなイメージを持つことが習慣です 習慣を作るる上でで非常に大事であるとこの本の本著者は言っていますとでまとめると真の,その行動の変化ってのは自分の自己イメージであったりとかアイデンティティを変えることが一番大事ですよとで分かりやすい例としては新しい習慣として目標としては本を読むことではなくて知識をすごい豊富なレベルで持ったその読者になることですと周りにいるその知識豊富な人は誰かっていうのまずは考えてみてその人に近づきたいなっていうその人のやってる特徴的なその行動とか習慣は何かっていうのをまずはその人から聞いてみるっていう感じのことをすることによって でよりその習慣っていうのがそのが自分の形にすることができますよってことを言ってますで脳ってのは憧れっていう感情によってよりそのドーパミンが出る可能性が高くなるので刺激されてより興奮するようになりますよとなのでその仕組みをよ利利用して人の真似をするっていうことがその何をするっていうことよりも大事ですよでその話の延長線上でそのメンターと呼ばれるその尊敬できる存在っていうのを周りに置いとくっていうのは行動変化っていうのを急速に促しますよと同様に周りに流されやすい性格っていうのは一見こう悪いイメージだけども行動を変化したりとか 新しい習慣を取り入れるという意味では習慣を変えるのが得意な人であることが多いですよまとめると習慣ってのは人の真似をすることが一番効果的ですよとなかなか習慣を変えられない人っていうのはまずはこの人の真似っていうのを一回割り切ってやってみるのがおすすめですで次に小さな癖の積み重ねってのが習慣ですよっていう話をしようと思ってて結論から言っちゃえば習慣っていうのは同じ行動の繰り返しが習慣になりますよとまた人間ってのは小さなものでないとまずは面倒くさくてやらないんですね 時期的にまずは取り入れてみるとか例えば朝起きたらベッドの,そのシーツを直してみたりとか枕の場所をしっかりした場所に置いてみるみたいなそういうめちゃくちゃ小さい行動を朝起きたら一番最初にやることで面倒くさいことをやるスイッチをこう入れてあげるみたいな感じそれでその気分が良くなったらその次にもう一つ小さなその部屋の小さな片付けをしてみるとかその流れで他の面倒くさいことも連鎖的に小さな単位でやってみるみたいなこの小さく連鎖的に流動的にこう流れるような動きで小さく面倒くさい行動をやっていくっていう感覚 が非常に重要であるととその本の本著者は言っていますと大切なポイントっていうのはまとめると2つです1つは何をするかではなくて誰になり,かなりたいかっていうのを意識して真似してみるのがファーストステップで,で2つ目っていうのは小さなその積み重ね行動の積み重ねっていうのが習慣化に役立っていきますよとでその例えばその YouTuber であればその1本のビデオをアップデートしても YouTuber として自分のことを認識することはないけども1000本のビデオをいい時も悪い時もあるけどもそのインスパレーションを受ける人を意識しながら自分のスタイルでそのビデオをつ開けつ 続けることによって、自分のスタイルがより小さな改善を通して確立されて、その1 0を上げたタイミングで、こう、あ、やっとこう、自分のスタイルが人の真似をすることから。できるようになって、自分を初めて、そのユーチューバーになりますよ。ここで大事なのは、小さな積み重ねを、小さな改善を加えることで。どん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 毎日習慣化させていくこと,ことっていうのと、最初は、その人の真似からでもいいから。真似でもいいから、真似しながらやっていく、真似することを、こう長くやって。その中で、自分のスタイルを見つけていくことが、習慣化させることで、非常に大事なコンセプトですよと。で、次は、その行動変化。 4つの法則っていうのがあるので、それについて習慣に関して言えば、著者は環境っていうのは人間の行動を作る上で一番大切な要素ですよと。だから、どんな習慣を実行する場合でも常にこういい環境をまずは整えてあげるっていうのが最初のステップになりますよと。で、1つ目の法則が癖を明らかにするってことで、脳はこう継続的に頻繁に連続する動きをすることで、その行動がめんどくさいと思ったりとかめんどくさくないと思ったりっていうのをその考えることをまずはやめさせるってことですね。 アップルのスティーブ・ジョブスが毎日こう黒いそのタートルネックとそのジーンズを履くだけっていうその同じ服を着てる論理論と同じだなと思っててその毎日どんな服着ようっていうその考えることをもう選択肢として与えないみたいな今日は何着ようかなじゃなくてもうこれを着るっていうだけでそういったその考える行為をこうやめてあげることによって他のことに対して考えるスペースっていうのを与えることができますよとそ分かりやすく言えば例えばその爪を噛むのをやめたいのであればその行動をすることをまずはその無意識から意識にし あげることとっていうのが大切ですよねとで例えばその爪を噛むためにノートにこうバツマークをつけていくとかそうやってその一日の終わりに毎日そのノートを確認して今日は何回爪を噛んでしまったっていうことをこうカウントすることによって面倒くさくない範囲で自分の行動をまずは観察して客観的にそのこんなことをしてますよっていうのをこう自分に認識させてあげるこれが非常に大切だと言っていてこの際に役立つっていうのがその習慣のスコアカードと言われていてで習慣のスコアカードってその毎日の習慣がその習慣的に行動して る習慣のリストをままず作りますよとで習慣ごとにこれはいい習慣なのかその悪い習慣なのか、まあ、三角の習慣なのかっていうのをこう丸×三角みたいな形でこチェックしてあげますよとでその次に悪い習慣をしている×の,の習慣に関してはこれが続いていくとどんな悪いことが起きるのかっていうことについて書き出していきますよと人間っていうのはそのお得なことよりも損することの方が苦手な生き物なのでこの損するのが嫌っていうのを仕組みとして利用してその悪い習慣を助けるっていうことをあのつなげていくような感じで次に新しい習慣 時間をやり始めたい時には、特定の場所っていうのと、時間っていうのを書き出すっていうルールを決めてしまいます。で、例えば、その大事な、その時間と場所ですよと。なので、例としては、自分、地元のジムで、午後五時に、毎日一時間運動します。毎日一時間運動したいなっていうものではなくて、もう特定の場所とか、特定の時間っていうのも,も。考える時期、月を与えないっていう感じ、もう決めておくっていう、自然に。そうすることによって、えっと、その、脳が、その毎回、あ、面倒くさい、新しい習慣をするときに、あ、どこで、誰と、どの時間。 でやろうかなっていうのを毎回毎回ランダムに考えているとそれがめんどくさくなってやりたくなくなってしまうので最初からこの時間でこの場所でこの行動をするっていうのを決めておけばその考える隙を与えないことによってより習慣化しやすくなりますよで次に新しい習慣を入れ込みたい時は他の今まで持っている現在の習慣の後で新しい習慣を入れましょうと例えばその毎日コーヒーを1杯絶対飲むのであればコーヒーを入れた時にもう1分間瞑想をしましょうっていうのをセットにしちゃうみたいな重要なのはその希望する すするる行行行動動習慣を毎日っててにに結びつけてあげることが非常に大事ですよ例えばその運動したいのであればエレベーターと階段があったら絶対階段を取るっていうのを決めておけばルールを決めておけばそのエレベーターにしようかなっていう,こう考えることを与えないみたいな,たいな感じで小さな行動だっても時間と場所ってのをもう決めることが脳が毎回やるやらないかっていう選択をこの行為としてさせなくするでポイントは脳に考える隙を与えないっていうことが大事ですよとで2つ目の法則がドーパミンハックと言われてて簡単に言えば効率よく 報酬を与えるっていうのが人っていうのはその達成感を味わうときに何かそのご褒美をもらうときにドーパミンっていうのが放出されるんですね。また何かをこうもらえるかもしれないって予測した瞬間にもこのドーパミンっていうのは脳から出てくるんですね。なのでこの新しい習慣とドーパミンが出てきますよっていう仕組みをうまく活用して利用しましょうと。で、言い換え,ちゃえばやりたいってこととやりたくないことを組み合わせる。例えばインスタグラムを一回開いちゃうのが習慣,化とし習慣としてあるのであればもうそのインスタを一回開いたら腕立て伏せ1回するみたいな,なので運動中に例えば 好きなポッドキャストの音楽を聴くとかアイロンをかけている時に好きなテレビ番組を見てみるとかあとは自炊をめんどくさいんだけど自炊をしてる時に好きな音楽をかけながらやってみるとかっていった感じでこの仕組みを少し延長させると嫌いなタスクをしたら小さな報酬を自分に与えてあげるっていうのも効果的ですよ例えばそのブログを1本書いたら好きなそのキャンディーとかグミを用意して食べるとか最初はその15分に1回自分にご褒美をあげてでそれがこうだんだん簡単になってきたら30分に1個そして1時間に1個次に3時間に1個って感じで報酬 その与える感覚っっててていいいううのの徐々にこう広げていくっていうのが大切ですよあと次に人間はこう群れの中グループの中で人,の人とうまくこう調和して承認欲求みたいなとか尊敬されたいとかそういった人からこう褒,めた褒められたいとかっていう気持ちをこう獲得するようにこう人間は考えてますよ常にとだから自分が属しているグループへ溶け込むための行動っていうのは習慣化されやすいですよなので行動っていうのはこの理論でいくと2つのレベルでありますよと1つ目が浅くて表面的な行動2つ目が深くて根本的な 行動があるって言言っっっってててて今言ったその承認欲求とかそのドーパミンの仕組みを使ってやろうっていうのは深くて根本的なレベルの行動なんですね。人間がこう生物学的に持っているような。で、この習慣を自分のものにしたいなっていうその感情っていうのは浅くて表面的な行動にカテゴライズされますよと。とつまり習慣を新しく変えたいなって時は感情っていうのを頼りにすべきではないですよと。習慣化っていうのはその論理的で冷静,冷静であればあるほど変えるのは簡単になりますよと。なのでそのので人間の脳の仕組みとか環境的な システムっっててていいううののを切切り替えてあげるっていうのがその大切ですよとで3つ目の法則に関しては自然な流れに組み込むってことで何かをこう習慣化させる上で一番大切なのはこう反復させてあげることですよで何かその行動を何回も何回も何回も反復させるためにはその作業っていうのは簡単な形にすべきですよとでこの自動化っていうその簡単にするっていうことによって脳がこう反復するのが楽になるっていうのを LTP と呼んでて LTP っていうのは簡単に言っちゃえばその自動化させること何も考えずに行動を自動化させる みたいな感じなので例えばジムが2つあってで運動したいなと思ってて1つはそのめちゃくちゃ綺麗なジムなんだけど隣の駅にあるのっていうのともう1つはちょっとこう古臭いジムなんだけども家とその自分の最寄りの駅の間にあるのであれば、ま、間違いなくそのちょっと汚いんだけどもその家とその最寄りの駅の間にあるジムを選ぶべき選ぶのがその行動する上でめちゃくちゃ楽になりますよとい新しい習慣っていうのを今持ってる他の習慣の中に入れ込んでしまうことによってその新しい行動をするっていうその面倒くさいことをする新しいをする 新しいエネルギーが必要で、すすよよいいうううのを脳にに考えさせないようにするっていう感じでもう一つがその2分間ルールって言って、新しい習慣っていうのを確立するためには、関連する行動っていうのを2分間だけまずは行うことを進めていて、最初めんどくさいなと思っていることでも、まずは2分間やってみましょうと。で、この2分間やることによって、その次のその次の1時間というのはめちゃくちゃ楽になるんですね。だから、これめんどくせえなってことは、とりあえず2分だけやってるっていうのをこうやってみると。で、別の方法としてはゲートウェイの法則っていうのがあって、マラソンをしたいなとか、10キロ走りたいなっていうのはすげえいきなりめちゃくちゃハードな ドルが高いから難しいんだけどもそのためにその行動をするために絶対やらなきゃいけない行動で一番最初にやらなきゃいけないのはそのランニングシューズを履くっていうことですよねそのランニングシューズを履くのはまあ簡単ですよねだけどそれをこうだからめちゃくちゃこう魅力的なものにしておくとか何か形から入るような感じになるんだけど運動したいのでなればまず自分が大好きなトレーニング用の服とか靴とかジムバッグっていうのを事前に準備しておいて身近なところに置いておくでそれを見るたびにその行動をしたいなとこう自分の中でモチベーションが高くなるように脳をこう うううまくく仕組みを利用してて作っておくとそういう環境あとはその運動したいけどネットフリックスがこうやめられないのであれば、まあ、もう 6, が6ヶ月分の,そのジムの契約料を先にこう突っ込んじゃいましょう人間っていうのはその損をするのが極端に苦手な生き物であるっていうのをこう利用したシステムでその先に6万円をこう払って損するわけにはいかんっていう感じになってジムに行くっていうのがその習慣化するために役立ちますよとで最後の4つ目の法則っていうのが満足させましょうっていうことで人間はその満足感を感じる一番の要因っていうのはこう日々こう進歩してる気持ち であると著者は言っていててて脳はその小さな達成感によよっままたドーパミンが出てきますよと言い換えちゃえば、ちょっと遠い未来のその大きな達成感を重視するよりも、そのいわゆるその5年後の大きな成功に向かって行動しようっていうのは全然人間は響かないんですね。1週間後のその報酬であったりとか、1週間後に小さな達成感を得られるためのそのご褒美っていうのをこう自分の中で設定することによって、それの積み重ねがその5年間につながっていきますよっていうのが、今っぽくて科学的にも効果的な方法ですよと。だからまずは小さく動いて小さな 成功体験をを自分にどどどどんどんんどん与えられるような仕組みを作っていくこととが大切ですよと例えば1 0 0 k ロランニングしたいなどすればまずは10分走るためにガムを上げるみたいなそういう小さな単位で報酬を上げることをこう習慣化させていくことによって今日はランニングめんどくさいからやめよっていう気持ちをまずは10分でこれの報酬がもらえるからやってみようっていう気持ちにどんどん切り替えていくみたいな感じですねあとはその習慣の契約化っていう方法があって人へのその説明責任を習慣に取り込むことによって習慣をこう契約化しましょうと簡単に言え は周りの友達に毎週3日はランニングするってもう宣言しちゃってあなたの,その友人とか家族とかっていう信頼関係をリスクに置くことで自分にプレッシャーをかけます。これは若ければ若いほどその効果的であると言われていて心理学的にはその人っていうのは若ければ若いほど周りの目を気にする傾向があります。そのシステムっていうのを利用して周りからの期待っていうのを裏切りたくないっていう純粋な気持ちを利用して少し大変なタスクっていうのをこうすることを宣言して習慣化させるのに役立てるっていう,ていう方法ですねで。Facebook に自分の走ったこうマラソンのルートとか ランニンニグのルートっていうのを投稿するアプリとかあったりするけどあれとか実際周りの目を気にしてるか気にしてないかは別として自分の行動をこう一般公開するっていうことで自分に軽めのプレッシャーをかける方法としてはある意味正解ですよとで自分の周りでもこう22歳とか若い子でパリのそのミシュランの,そのレストランで働いてるその有望な友人とかも見てると彼は周りに自分は天才だってこう言いふらすことで自分にその圧倒的なプレッシャーをかけてそこまで行動できているっていうのはある意味その正解なんですよねなのでまとめていくと全ての行動っていうのはその 動が習慣になっていくまでに小さな継続的なステップで少しずつ習得していく必要性がありますよとそのステップっていうのは感情を抜きにしていかに人間のその心理状態とか脳の仕組みっていうのを使ってそのシステムとして論理的に攻略しようっていう感じの本でしたそれでは素敵な一日をお過ごしくださいまたね。